エイサップ・ファーグはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市出身のラッパー、歌手、ソングライターである。正式にはオーストラリアドル AP ファーグと表記される。ソロの他にヒップホップコレクティブオーストラリアドル AP モブのメンバーとしても活動している。2013年アルバムトラップロードでデビュー。2016年に2作目のアルバム Always Strive and Prosper をリリース。その後は2作目のミックステープ、Steel Striving EP, Floor s e e t s 3作目のミックステープ、Floor s e e t s 2などをリリースしている。1988年10月20日、ニューヨークシティのハーレム地区で、トリニダード人の両親のもとに生まれた。父親は、ハーレムでブティックを経営し、バッドボーイレコードや、テディライリー、 ヘビーディー、ベルビブデボーなどのレコードレーベルのシャツやロゴをプリントしていた。ファーグは音楽活動を始める前、父親の影響を受け、服飾やジュエリーのラインを立ち上げ、美術学校に通っていた。2005年、ファーグは自身がデザインした高級ベルトを販売するディボニー、クロージングを立ち上げ、クリス・ブラウンやスーイズ・ビーツ、ディギー・シモンズなどが着用していた。 やがてファーグはラップをはじめ、高校時代からの友人である、オーストラリアドル AP ロッキーと共に、ヒップホップコレクティブのオーストラリアドル AP モブに参加する。2012年8月28日、デビューシングル、ワークがリリースされ、コンプレックス誌の年間ベストトラックの一つに選ばれる。オーストラリアドル AP ファーグ2013年1月10日。 RCA およびポーログラウンズとレコード契約を結ぶ。8月20日、デビューアルバム、トラップロードをリリース。ベイビルボード200チャートで初登場9位を記録する。10月15日、ベッドアワードでルーキー・オブ・ザ・ヤーに選出されたが、受賞すると思っていなかったため出席していなかった。2014年8月22日、アリアナ・グランデのセカンドアルバム、マイ・エブリシングの ハンズオンミーにフィーチャリングアーティストとして参加する。11月28日、初のソロミックステープ、ファーグフォーエバーをリリースする。2016年4月22日、2作目の、スタジオアルバム、オーウェイズストライブプロスパーをリリースした。2017年8月18日、2作目のミックステープ、スティールストライビングをリリースする。二千十九年八月十六日、 EP フロアシーツをリリースした。2020年9月25日3作目のミックステープフロアシーツ2をリリースする。ニッキー・ミナージュとマデー・園ンチョをフィーチャーした先行シングルムーブ・ヤー・ヒップスはベイビル・ボード・ホット100で最高19位を記録した。ありがとうございます。